あれはどうだ？やっぱりちょっと心配なんだけど。見つけたぞ、あのクソガキだ。さっさとあれをよこせ、盗っ人め。砲塔団？こんな寒いところにも砲塔団っているのか。うるせえ、よこせ。気をつけろ。相手を間違えた。熱々でしょ。取るに足らないわ。さようなら。見返せ。無駄な努力をやめたら。やった。来るのが早いな。まさか。あいつらが言ってたのってこの剣のことみたいだな。一体どういうことだ？なんて目で見るんだ。この僕が剣を盗むはずがないだろ。少し前、騎士団が門戸城外で砲塔団を捕まえたんだよ。その際、彼らが違法に運搬していたものを全て押収してね。この剣はその中にあったんだよ。誰も取りに来ず、どこから来たのかも不明。ずっと倉庫に放置されていた。倉庫に荷物を取りに行った時、偶然この剣に僕が気づいてね。まあ、こんな古い剣、錬金術の材料にする以外使い道はないんだけど。押収されたものを自分のものだって言ってたのか。それでその剣を持ち出したと。ああ、この剣を使って実験しようと思ってね。ただ調査していくうちに、これの本当の来歴を知ってしまったのだよ。この古臭い武器はとある鍛冶職人が作った伝説の魔剣なんだ。魔剣？鍛冶職人はこれを完成させたすぐ後に失踪し、剣も行方知らずになっていた。押収物の中に混ざっていたことから、おそらく砲塔団に盗まれ、ずっとそのままだったんだろう。え、剣を作った人が失踪したのか。怖いぞ。それで呪われた魔剣なんだな。そうだ。君はドゥリンとこの雪山の話を知っているかい？ドゥリン、
つまり数百年前に風神バルバトスとトワリンが共に倒したモンドの脅威だった黒竜のことだ。激戦の末、打ち負かされたドゥリンは空から落ち、真っ白い雪の中に打ちつけられた。雪山に積もる雪が一年中溶けないのは実に奇妙なことだ。ドゥリンがここに落ちたのは偶然か、はたまた必然か。必然だって言いたいのか。雪山を墓場に選んだのは氷の力でドゥリンの毒を封印するためだったのかもしれないね。バルバトスのような神ならそんな方法を思いつくだろう。おお、銀遊野郎ってそんなにすごいのか。これはただの僕の推測だ。だがこの雪山とドゥリンが深く関係していることは確信している。そして君の手の中にある剣はドゥリンの亡骸が材料として使われている。竜の亡骸？ああ、死んだ竜の目玉、爪、鱗、それらを粉末にしたものが剣身に塗られている。そうすればドゥリンの汚れと毒が剣の中に溶け込み、その力の源になるんだよ。これは非常に高等な技術だ。鍛冶職人は完成後きっと喜んで自分の手でその切れ味を試しただろう。彼がこの剣を使えば汚れた力は塚を通ってその体に入り込む。それは常人では抗えない力だ。呪いにより精神錯乱に陥った鍛冶職人は辺りをさまよい、もしかしたらその身に何かが起こったのかもしれないね。うわぁ、トワリンの涙を浄化した君は類稀なる力を持っている。そんな力を持った君なら汚れと毒に侵食されることなくその危険性も排除できるだろう。そのためこの剣は君にしか扱えないってわけだ。そう言うけど、やっぱこの剣、うわ、光ってるぞ。これはまさに実験開始の合図だね。この剣はまだ弱い。だがこれには力を吸収しどんどん強くなる能力が秘められている。ある意味これも生き物と言えるだろうね。旅人よ、これを持って冒険してくれるかい。これを成長させてほしい。近いうちに全ての推測が検証されるだろう。